トレをしてきて、そうしてで帰ってきてちょっと寝ちゃったんですよね。仮眠しちゃったのよ。葵ちゃんさんありがとう。そうで明日お仕事早めなんですけど、その仮眠の影響が出ないか心配です早く、なんていうの、すぐさすっと寝れるのが一番じゃないですか。なんか出てたぞ今。仮眠って、仮眠してる時が一番幸せ。わかるのよ、そのわかる。なんかもうその眠い時に寝るのがいっちゃいいよね。タワーじゃないよこれ、フレームだよ、フレーム。すごい謎のあれだ。あ、おひな様、え、おひな様、え、おひな様のやつシリーズだ。キイチさんありがとう。仮眠と二度寝は好き、わかる。いや私もそれなんだよ。なんかさいいよね。なんか欲のままに寝る感じすごい。仮眠してる時はマジでいいもんね。なんか眠ってなって寝たい、ね、寝る感じね。なんか普通のじゃあ睡眠と何が夜ね寝る時のあれと違う、一緒じゃないってなると思うけど、なんか昼寝とかもそうだけど仮眠っていいよね。だけどまあ夜ねちゃんとスッと寝れるかが心配だなっていう気持ちありますね。こんばんは、ゲスト審査員。そうですね、個人戦の、審査員をね、審査員じゃないよ、ゲスト応援ゲスト、応援ゲスト審査員じゃない、審査員じゃなくてゲスト応援ゲストが、葵ちゃんさんありがとう。これがおひな様よう、まあさせていただくっていうか参加させていただくので、なんかコメント言う人だよね。去年ディコピさんとかだったのかな、なんか感想を言ったりコメントするあれなんですけど、初めて見るので私会場で決勝を。だからなんかね本当にありがたいなっていう気持ちですね。車の中で寝るのうわー、疲れてる時に寝るのがやっぱり最高なのよ。一郎さん、亀石さんありがとう。コメンテーターです、はい、いやーすごいちょっとね緊張感溢れると思うんですけど、まあそれもそうだしユニットがその前の日なんで、もうなんかそれどころじゃないよね今本当に。ユニットまでの時間がなさくすぎて、練習期間がね1週間くらいしかなくてピンチです。なんだかんださアイドルって忙しいなって思う。いろんなお仕事あってありがたいんだけど、やらなきゃいけないこととかもあってさ、やっぱね大変やなって、詰め詰め本当に。ピロリンさんありがとう。バタフライエフェクトさんありがとう。ズッキーさんファイトありがとう。なんかねちょっと時間が、練習時間がもう少なすぎてもう不安でしかないんですけど、うん頑張ります。2日もだからもうあとちょっとしかない、ね、やばいよ。ペシさんありがとう。無料リラックマギフトぶん投げおじさん、
リラックマ、リラックマおじたん。リラックマ投げおじたん。ムサさんありがとう。うん、まあそんな感じで。昨日ね公園ね、やっぱ足痛くなりましたね。そう、なんか踊ってたらさ、やっぱ膝が痛くなっちゃって、もうテーピングして出てたんですけど、ちょっとあの心配で、やっぱ痛くなって、もう中盤途中からもう最後ら辺はもう痛くすぎて、もうそう、あ、なんか あショールームを始めようっていう時間のタイマーが鳴ってしまいました。そう、左膝痛くなって、そうやっぱね、まだちょっとやっぱ休ませないとダメですねという感じです。なんか腫れたりとかは、なんか色がちょっと違うとか、なんかそういうのはなくってないんですけど、そうやっぱトレーナーさんとかにもしてもらったけど、やっぱまだちょっとね1週間しか経ってないから、もう少し休ませてというか、あんまり使わないで、うん、っていう感じで、やっぱり負担がかかっちゃってたから、そうまだちょっと必要ですね、時間が。そうなんだよね。うん、ひろゆきさんありがとう。そう、だからまあ公演がちょっと次ないので、次っていうかまあないっちゃないので、うん、まあリハの時とか、リハもあるんですけど、コンサートのリハとかも、そうサポーターとかつけて、ちょっと無理なくやるしかないかなって感じで、ちょっと一旦ね良くなるまでは無理しないようにしようかなって思ってて、そう疲労です、疲労。 PK さん、葵ちゃんさんありがとう、ベッコさんありがとうございます、 BB さんありがとう。トレーナーさんとかにも、まあ、マッサージしていただいたり、そうフルマラソンの代謝大きいね、うん大きいね、やっぱりそう、うん、すごいやっぱ足使っちゃったんでね、ソロパートっぽくなっている。あー、ゆいねが歌あり忘れてんだよ。そう、まさきさんありがとう、 BB さん、ズッキーさんありがとう。本当に治らない、これでまだ1週間しか経ってないんで、フルマラソンしてから、これでまだ1ヶ月とかも経って痛かったりしたら、もうさすがにちょっとね、まだ、うん、ね、まださ時間経ってもまだ痛かったらもう病院行くしかないんですけど、一旦使わないで、うん、安静にするのが一番だと思うんで、結局ね。カッピンさんありがとうございます。マネージャー、お、ちょっと下心が見え
おいちゃんさん、ありがとう。制服ダメだったら終わりです、終わり。そう、でもまあ昨日はね、そう、もうね、まあそうね、うん、久々の公演でやっぱダンス足使うからもうやっぱね、ちょっぴり、うん、危ないまだって感じです、公演は。はい、君はもっとできるも、初めて私は多分公演で披露したので、しかもセンターだったので、センターやらせていただきたので、出たくてね、昨日出たくてっていうか、そう、そう、練習したし、練習してたし、出たいなと思ってたから、出れなくなるの嫌だと思ったんで頑張ったけど。葵ちゃんさん、ありがとう。うん、でなんか、うん、センターとかするのは、そういうの初めてすぎて公園でそのセンターで踊るとか初めてだと思います、そういう曲披露のあれで、なんかだから緊張しました。うん、緊張しちゃったんでまたしたいですPK さん撮ってありがとう。したいんですけど、まあそう、嬉しかったですね。チケット代全部回収したじゃあファンの方は喜んでくれるかなとは思いました。憂鬱なバラさん、ありがとう。センターで私やったことないね、全然。でもセンター曲、コンサートでセンター曲、いや、なんかね、あ、ダブルセンターとか、うん、そういうのあるか。君は君のことが好きやけど、でもないですね。センターでやる機会ないね、なかった。アイアライブの時とかは一人一曲センターとかあるけど、そういうのではあったけど、コンサートとかライブの言われてみたらないので、なんかやっぱ誰も前にいないって緊張します緊張するけど楽しいけど、緊張するけど楽しいけどって感じマットさんありがとう、ズッキーさんありがとう。劇場で見られて本当に泣いた。そうだね、なんか言われてみればないね、なかったね。うん、俺の中ではいつだってセンターだったから気づかなかったぜ。うん、もうちょっと違う言い方でき、もうちょっと綺麗になりそうだけども、すごいすごい こってりしたセリフ、ありがとう。セリフじゃないか、お言葉ありがとうございます。まあ確かにちょっと言い換えるけど、普通に私がどこのポジションだとしても、確かにね、なんか自分もそうだけど、まあファンの方もセンターだと思ってこう見てくれてたら嬉しいけど、自分もそう、どこのポジションでもなんか真ん中に立ってる気持ちみたいなうん、のはでも大事だよね。371337ありがとうございます。私なんておこがましいとも思っちゃうんだけど、その一歩引いてみたら、引いて考えたら、そのステージから降りたら、
そういう気持ちになっちゃうんだけど、でもステージ立ってる時はやっぱ自信持って立たなきゃなって思ってるから、その自分がセンターで踊ってる時の気持ちと一緒ぐらいな、ね、どこの場所にいても、うん、そういう気持ち大事かなみたいなのあるな。スピードバードさん、葵ちゃんさん、ありがとう。スーパーアイチータイム、うわーなんだそれ。愛知遅れちゃって見せれなかった。あ、そうなんですよ、私昨日公演終わって最初のちょっとだけ、あの、まあ、足が本当に痛くて、あの張り替えてもらってテーピングをで氷のうでちょっと冷やしてアイシングしてもらってたので遅れちゃったので、お見送りね。そうそう、ちょっと会えなかった方いたかもな。本当はね、いや出なくていいみたいな、うん、言われたんですけど、さすがにね、いや行きます行きますってなって。タッタンさん、ありがとうございます。腫れてないです、腫れてはないね。家でも冷やしたり温めたりとかしてますね。あいつを追ってる。そうね、ライブとかでも。コンサートね。あ、コンサートそうね、もうあと1ヶ月後には。いや痛み、いや普通にしてたら別に痛くないけど、使っちゃうと足をね、結構使っちゃうとね、痛みがなんて言うんだろう、どんどん積もってっちゃう感じだから、とりあえずちょっともう使わないあまり、うん、サポーターとか使用 してそう過ごそうかなみたいな。追加購入の決済、あ、ありがとう。そっか、今の今回の受付もうね終わってるんですけど、3月分がねラストだったので、そう3月のやつはね全部完売できてたので、ありがたいです、本当に嬉しいね。サポーターね、楽、うん、楽になるね。いろいろ3月はね忙しいね、3月忙しいよ、やばい本当に。3月はちょっと本当に危ない感じです。危ないというか、うん、公演もあると思うので、あの目撃者もね、ちょっと無理しないでいないとなーってね。無理しないでいないとという感じです。うーん、そうよ、もう早くね、なかん感知させないとやばいよ。うーん、初めてか、初めて買いました、ありがとう。うーん、3月、あし、え、明日で2月最後か。あ、そうだよね、早いね。誕生日があったのがなんか
っという間すぎて怖い。生誕祭必ず当てるから。当たるよね。当たる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 。3月の取ってしまった。ありがとう。もう3月、もう3月やったら話せるからね。小指かい小指小指。いやそう、え私え生誕祭みんな来てくれるからちょっと心配っていうのあるよ。そう、え心配っていうか心配ではないけど、まあ、来てほしいなっていう気持ち、ファンの方は。そうなるべく来れない方もねいるんですけど、ぜひ来てほしいなっていう気持ちでそう、葵ちゃんさんありがとう。そうなんだよね、平日だから。当たりますから、応募したら大丈夫よ。平日ですからとか言っちゃう。平日だと思うので。有給取りました。ゲートボールさんありがとう。ゲートボール、私のおじいちゃんが好きでしたね、ゲートボール。当てに行くし、当たります当たりますきっと当たります。お仕事落ち着かせてお仕事に行きたい。お仕事をね終わらせて早く来てほしいな。ヤシタンさんありがとう。老後ゲートボールした、どう面白いのかな、楽しいかな。長地さんありがとう。13から16の長いでしょ、いちごらへんだと思う。長地さんありがとう。絶対に当てたい、うん、お開けるそう。当たります、きっと当たります。ゲートボール未経験かな。あの見たことあるな、あのなんかちっちゃいあれに通すんだよね、ボール通すっていうか。いちごが食べたい気分です。ヒントヒント、いちごが食べたいの。とりかえとくさん、まおいちゃんさんありがとう。結構難しいよね。そうそうそう、難しそうなあれなんかね、意外と。ゴルフ、ああ確かに、えなどうやったら勝ちなんだ。うん、私もルールあんまり。ありがとうさん、ありがとう。うん確かにそうだよね。平日は行けない。平日来てこその男だろ。なんか聞き覚えのある感じ。
サート前ですさ、やっぱ3月はコンサートのあれで忙しそうです。やばいよ本当、4月まで、そしてまあ4月以降も意外といろいろ忙しそうだし、なんだかんだで、本当に大丈夫かな。ヤクさんありがとう。座って休憩しなかったら勝ちなのでは。あー、それかもね、正解、それかも、正解っていうか、だって休みたくなるじゃんやっぱね、おじいちゃんおばあちゃんね、やってて結局ね、そこ勝ち負けだな。今日ランド行った、明日シーク、うわー最高、シー好き、ランドもね可愛くて、ランドは可愛い、ポップな感じ、ポップポップ、でも C はもう雰囲気から何かもう全部なんかおしゃれです、いいよね、 C 好きだな、殴り合いでゲール。どこだよそれは、もう日本一治安悪いところ、ヤクさんありがとう。第一から第三のゲートを通して最後に真ん中のポールに当てたが、ゲートにそのボールを通して真ん中のポールに当てるんだ最後。なるほど。まあだからあれか、ゴルフの類ではある。あいち久しぶり、久しぶり、久しぶり、男気見て、見せたさ、男気見せてくださいみんなの。最高で、あそういうことね、あそうそうそう、最高の一日になると思います。生誕が年度始め、あーす、あーん、そっか、投稿めちゃくちゃ可愛すぎ、うわそうだよね、そうだよね、そうそうだよねっていうか、そうちょうどだね、ディズニー投稿してない、酒飲みだがしやん、あれも初めて C で飲んだよ。さあ行こう。FAIZ さんありがとう。今一番会いたいメンバー誰？一番会いたいメンバー？でもさえちゃんにはまあね。会いたいですけど、さえちゃんも会いたいって思ってくれてるですよね。ですよねって。そう。そうし、そうはい。でも忙しくて、今週ちょっと忙しくて、そう。ちょっとね。行こう、エミリーがして、やばいよ本当に、これはご内密に。福清さんありがとう、トリルさんありがとう。すぐロック画面にした、うわ嬉しい、ロック画面嬉しい。なんかフィルムっぽい写真とかもね結構撮ったのよ、なんかまあそういうのも載せていこうかなとは思って、サイちゃんが悪いという気質になったんじゃん、そうね、そうなんだよね、そうなんですけど、
かんないな。なんかでも先輩の圧力に負けてちょっともうあっちが悪いよってもうあっちが悪いよってなっちゃうね。うん、ゲートボールの番組やってたんだ。そんな番組ある。ちいさんありがとう。まあエミリーさんにもちょっと仲良くしていただきたいね。まあ、チームがさ違うんでちょっとあれだけど、パジャドラとかはまあジャンヌも一緒だし。ね、仲良くしていただきたいなという気持ちはあります。おうちさんありがとう。ゲートボール、おはようゲートボール。へえ、サイジャン足大丈夫ですか。いやー、そうね、でも手術したからあとはちょっと完治するまで安静にしてリハビリとかもね行くかもしれないみたいな言ってたけど、情報を得たけど生誕祭開催3月にねあるんじゃないかなっていう、いちごの日にあるんじゃないかなみたいな予知してます。予知キッズメンと仲いい。キッズメン、あーキッズメンちっちゃい子6期だ。どうだろう、なんか仲いいっていうか話すよめっちゃ。でもロッキーちゃんとかは、そう、なんか夢でいちごの日にやってる夢を見て、もしかしたらそうなんじゃないかなみたいな思ってる。事前発表ないと思う。生誕祭出れないかもしれない。そうなんだよね。そう、さえちゃん生誕祭出れないかもなのよね。ありの、もうそれだけがショックで、ショックっていうか悲しすぎて普通にショックっていうか、もうさ本当にいてほしかったから悲しい。ちょっと悲しいじゃない、寂しいか、寂しい。犬丸さんありがとう。これで全然違う日だったらもうやばいかも、生誕祭の日ガラガラかも。葵ちゃんさんありがとう。自分失念の可能性、いやー無理させれない。代わりにエミリーを気まずい。生誕祭に決まったっていうかまだ公式から出てないので確実なことが言えないんだけど、いちごの日に生誕祭してる日夢を見たのでそうなんじゃないかなっていう、信じるか信じないかはあなた次第って感じで、ちょっと公式さん早く情報を出していただきたいんだけど。 BB さんありがとう。ヤクさんありがとう。全然違う日に集まることになるかも。もうそれって、それだったらもう稽古公演とかで、もしいちごの日になかったらね、ミニ
口生誕祭ライブ開催したいと思います。勝手に勝手にオフ会。葵ちゃんさんありがとう。うん、大丈夫だと思うけどな。葵ちゃんさんありがとう。そっちの方がいいとか言うな。なんかあった時の敬語公演。どちらかといったら私大堀公園の方がいいな。治安が良さそうで。場所的には確かに敬語の方があれなの、ね、だいぶしやすそうだけど。何人がライブ、どんなライブ。大喜利みたいになっちゃう。どんなライブ。今日公演は規制が厳しいかな。やばいやばい、本当にやる感じになっちゃうから。シーホークの隣、あ、そうなんだ。最高の会見嬉しいね。確かに本当に嬉しい。マジでタイミング良い。タカッピさんありがとう。花見、お花見、うわそっか、あ、お花見、あ、お花見、どんなコールがいいですか。どんなコール、熱いコール。そういうことじゃない。亀魔王さんありがとう。東京リベンジャーのアニメさ、まだやってんのよね。まだっていうか、ま、そう、まだまだ終わんないけどやってんの。意外と前ほどのなんかそのなんていうの、あんま話題になってない気がしてるんだけど、どうなんでしょう。コール初めてする。うわー、アイディのコールしてくれるの初めての人いるんだよね、やっぱファンの方だったら。うわ、いやそうだよ。だってコロナ禍になってからファンになったよっていう人の方がもしかしたら多いかもしれない。半分ぐらいはそうなんじゃないの。だって私とまだ握手したことない人いるからね。ODA の生誕でコールの練習します。確かに確かに、サボテンの前に頼むよ。愛知だよ。漫画で読み終わったし、いやーそうね、私でも最後までは読んでないんだよ。愛知だよね。超ですかわいい愛知、いや愛知だったと思う。ノーパラの時は。タさんありがとう。谷川拓さん、谷川拓さんありがとう。唐突なおひな様ランナーいつか孤独なランナーのセンターをする日が来ると予想します。いつか。どうです、孤独なランナーのセンター
孤独なランナーをまずダイブする機会ってあんまないかもしれないけど、絶対いつかしたいんだっていう気持ち。ぴったりじゃない。ひろくんさんありがとう。ゼロ次会ってなんだよ。ゼロ次会はもうここ配信ショールーム、会場ショールームです。愛知生誕って着てきて、うん、結構派手だけど、まあまあ、ガーターコーン、うわーで知らないんだよね私ね。うんうん、まあじゃいけない、どうぞ、話が違うと、どうぞ、うわしたいね。コリラさんありがとう。スピードバードさんありがとう。アイディ様、清楚の極み。こんばんは。クリションさんありがとう。たくさん入ってほしい。やだよもう削除。それもうね違う、コールとか関係なくね削除です。安全な地球クラスみんなの愛知ありがとうございます。内村愛知です。みんなのって聞いたら愛知って言ってください。お願いします。骨ワルツ、うん、骨骨ワルツだけ唯一できずにユニット制覇ならぬならず。クロちゃんさんありがとうございます。別にしたい欲なかったからいいんだけど。ディナだけだよしたいしたい言ってた。そこの愛知も復活、うん、しようかなとは思って、まあコール始まったらね。愛知みんなのって聞いたら愛知って言ってください。お願いします。あ、今日も安全第一健康第一みんなのハッチハッチ、唐突なミラーボールありがとう。タイミングが今日常やんって爆笑してた。そうだよ、日常を切り取ってるんだよショールームは、そういう場所だね。久々にミラボ星人来た。すごく動く人と地蔵の人どちらが気になって見てしまう。地蔵も地蔵でちょっとねあれだよね、不安になるけど、すごく動くのもちょっとねもう満席になあれじゃん、ちょっとあんまね迷惑にならないって。コールでも私もコールをされてた時の記憶がもうほとんどなくて、やっぱ5期生はね多分そうだと思う。あのノーパラまあしてもらってたけど、もうねもう本当にねコロナ禍の方が長いから期間的にはだからあのコールなしの方が長いからちょっとね感覚がもう忘れてる。ターさんありがとう。ペンライトさん、あそうなんだ、愛知ファンはコール慣れてない。いやできるよねみんなできるよ。
できるよね。アンチペラプトイ、あーうんうんうん、タヌキのやつ、見える見える、むっちゃ踊ってるおじさん思い出した。いやいたのよ、ノーパラおじさんが、ノーパラおじさんがいたの、ノーパラおじたん、そのね踊りに来てるおじさんいたんですよ。うん、これがねちょもうおもろいね、やっぱこういうのって懐かしくなるね。シンデレラの時とかさ、こうやって叩くんだけど、もうねすごいのよ、こっちが笑っちゃうくらいやってくるから、こう本当にそう見に来てるんじゃなく踊りに来てんのよ。そう、で視界にいるしさ、目の前にいんのよ、花道の目の前に、立ち見だったから、そのサイドだったから、立ち見席が、あの昔はノーパラの時は両サイドだったから、その花道の花道のところのサイドにいるのよ、踊ってる人たちが、人たちっていうか2人くらいか、2人、うん、明日ノーパラおじさんと合同してた。じゃああのねノーパラおじさんは何人もいんのよ、一人、あのなんて言うんだろう、そう一人ってかね、そのうん、じゃあ何人かいた、日によって違って。でで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 入っちゃってるんだけど、もうそれをさ、はるちゃんとさ、くどはるね、くどはると同じとこだったんですけど、私がだからその愛理とくどはるの前にいるのよ、いたのよ、立ち見とかでね、下手の立ち見だったんだけど、毎回そう下手の神手とかで、なんかその人がなのね、もう結構な真顔で、真顔でクラップしてくんのね、威嚇みたいな感じで、あれたちにだから吹いちゃうのよこっち。それ笑える曲じゃないから、シンデレラの曲とか結構かっこよく、こう凛とした感じっていう感じなのに、笑っちゃいけないのに、なんかもうはるちゃんとかとかなんかこらえてんのよ笑いをみたいな、だからあれもやばってなってそう、本当にやめてって思いながら、なんかもうってなっちゃって、クドハルが笑うからさ危ないの、本当にもうやめて、本当やめてほしかったね。そのおじさんいないと思う、見てないな、何人かいたんですけど、うーん、その方々ちょっとあんまりお見かけしてない。動物園、本当に動物園、マジで勢いが動物園だったの、本当にすごいよ、やばいのよ迫力が、やっぱもうテンション上がっちゃってるんだよ、その踊ってる人とかもさ、そうニヤニヤしちゃってアイチを見てた、ね、やばい見られてた。ノーパラおじさんすごいよ本当、一人じゃなく複数人いる、いた、面白かったな。でもうん、なんかでも懐かしい、それ以来なコールはね、やっぱノーパラの記憶がすごい多いので、戻ってきてほしいね、うん、ノーパラしたい、
ノーパラのその中盤、あ中盤クリスマスか、いやアンコール、花と散れからのアンコールマジで好きで、あんもうすっごい好き、最近いないけど、まあ戻ってきてほしいね。あの花とチレも好きだし、バジラも好きだし、うん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 、黒石もいいし、もう最高だよね。マジアンコール好きランキング1位ノーパラ、あノーパラの曲だわ。全部楽しい、やってて辛いんだけどね、アンコールって。目撃者公演で好きな曲は前人未到、美しきもの、摩天楼、パイオニアとか、もう全部好きですね。でもアンブレラね、国城さんありがとう。ずっとずっとね、まあね R でやってたからちょっと聞きなじみあるかも。2年前か、でも2年前なんだ。2年前なんだ、2年でこんなに変わるんだ状況が、本当にね。タワー投げたい気分だねNG とかではないけど、まあその分会いに来てババアに来てよ、お願い。アンコールの間どう過ごす？着替えてます。あいびつな真珠のフリップ、そうね、おしゃれだしかっこいいし、確かにセクシーな感じもあって、ツヤっぽい感じ。いやそう言われると全部いいのよ。目撃者、前人未到、いびつな真珠、憧れのポップスター全部良くないですか？そう全部いい。秘密なし、近くやいているの。だ衣装も好き。ピンクのね。真珠衣装いいね。手を置いたのはぜイミテーション。着替えはね、確かに大変かな。水準ユニットのキラキラ衣装に似合って、星の向こう側か。そうですね、一回しか着てない、まだ一回しか着てないっていうか、はい、ちょっとね初日だけっていう。また着れる時来るとは思うんですけどね。まあまあまあ、3時間45分でした。すごっ。何アスリートの方だよね。豊野邦夫さんありがとう。声枯らしましょう、久々に声枯らしましょう、みんなで。サーボテンとゴールドラッシュ、照りつける太陽の下、
今夜夜更かしする感じ。いや夜更かししないですよ。明日朝早いお仕事。そう、密かにアクセル秘密です。マサルさんありがとう、あおいちゃんさんありがとう、国翔さんもありがとう。しいたけさん最近読んでないのよね。そう、読んでないのよ。一旦距離置いてる。なんかあったわけじゃないんだけど。宣言しておきました。マックさんありがとう。悲しいたけ。こんばんは。あいちかわいい。ありがとう。ありがとう。難しだよね。確かにそうだよね。目撃者は難しそう。コールが練習しないと。でもみんななかなか寝つけない夜ありますよ。それこそマラソンの前日とかさ、緊張して興奮しちゃってなんかそわそわして、ね、しかもめっちゃ緊張してきちゃって、そのなんか不安な気持ちとかもあって4時間くらいしか寝なくて、結局全然寝なかった。みんなどうしますか。ヤクさんありがとう。毎日朝から仕事だ。だからすごいよね、私って時間が違うからさ。いつもタータンさんありがとう。そういう時子守歌歌いに行きますね。怖い、本当にあった怖い話送ろう。エナドリ、ああエナドリね、やっぱそうなんだ。一回倒れる、そうですよね。本当にどうかお大事に。ゆっくり休んで。徹夜しようと思う。どう寝てる？あーそういうことね。諦めるが一番いいのかな。でもさ、マラソンの前日はちょっと焦っちゃったよね。なんかえ、なんかいつももう寝れないだったらもう仕方だ、もう寝ないでいいよ、もうオールして行ってやるぜ仕事みたいなモチベーションに切り替えて、寝れなかったらもう仕方ないってなるんだけど、マラソンの前日はもう何としてでも寝なきゃダメじゃん、寝ないともう走れないじゃん絶対に、もう終わると思って、そしたらどん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 焦っちゃって、えどうしよう寝れない、どうしようどうしようとかなっちゃった。そう、結局だから寝るの遅くなった。あっちゃん寝れないなと思って、寝れなかった。どうやったら寝るんだろうね。いつ披露する、マラソンの話もねいろいろしたいんだけど、いつかな。気合入れて早寝したら夜中に目が覚めて、ああ。そう、結構その寝れてない人とか意外といて、ちょっと安心したよね。安心したっていうか、同じような人が結構いてね、ツイッターとか見たら、その時にちょっと安心しましたね。片手片足で温かいと、2時間、そうだったの。アイジの今日の服は本当、私グレー似合うんだよ。
寝るとき真っ暗。うん、光つけて寝れないか。朝4時からすごい、ありがとう。遠足の前とか寝れないで。私も逆にずっと目を開けてたら目が閉じる。うわあ、そういう考え、そういう考え。仲間ですね、結婚しましょう。いやーこれは結構仲間多いと思う特殊じゃないと思う。なんか楽しみな日の前とか寝れない人多くない？あーちょっとライバル多いよなんかね、楽しみの前の人がもうちょっと寝れないね。やっぱ楽しみ、そうワクワクしちゃうと寝れない時もある。寝るってむずくない？なんでなんだろう。じゃあ普通にだってお昼寝とかは簡単なのに、寝れないとき寝れないのよ本当に。どうやったら寝れんのって思ってめっちゃ本当に嫌になるいや早く寝たいんだよって思いながら、でも眠くないのに本当に嫌だよね。明日朝早いから寝ないと。なんだっけ、あ、え、28分なんだ。あとちょっとしたらもう終わろうか。全身麻酔寝ちゃいけない時に眠くなる。もったいそう、本当にそうだよ、本当にそう。人間の体不思議。最近常に眠いんだけど、どうしよう。夜は眠くなるの。いやね、あれわかる。アイリもいつも眠くて昼間とか眠いの。でも夜になるとなんか意外と目が覚める。夜型人間ですよ本当に。ブレーキを取れなくて送ったから。ああ嬉しい、ありがとう。なんだろう、ツッキーさんありがとう。さて寝ようという気分まで至れていないんです。なるほどね、寝落ちか。映画を見始め、うわタイタニックやってたらしいよね映画館で。マジで見に行けばよかったって思った。もうショックだよ。気づいたのがね、終わった日だったの公開が。もうえ今日までだったんだってなって悲しい。映画館で見てみたかったな、うん。一人で見に行ってもいいもんなんだかな、あれは。なんか結構大切な人と見にみたいな行く人多そうな気したのに、一人で見に行っても大丈夫だったのかしら。アニメ実況なんだ、会議中に寝そうってなって寝そうになって、わかる。そういう時眠くなんだよね。眠、あ難しい本ね。確かにストレスを感じると眠くなるんだよな。確かマサルさんありがとう。スラムダンク見たことない。うん、あおいちゃんさんありがとう。うわマジでさ見とけばよかったよね。期間短めだって。そうリバイバルでやったんでしょ、行けばよかった。
タイタニックってなんかサブスクでなんか配信されてます？されてないのかな、もう買うしかないのか。ヤクさんありがとう。配信されたらもうなんか家でもいいけど。泣けるじゃん。でかいテレビ買おう。テレビでかくなくてもいいのよ、ちっちゃくて。見ないもん家で、全然そのテレビを見ないあんまり。動画とかそういう、うん、なんていうの、まあ、映画をそのサブスクのあれでね 見るってなったりするのは見るけど、テレビ番組見ない。船長おへじに出ますどうでもいいね。シンタさんありがとう。ディカプリオかっこいいよ。そうなのよね、かっこいいしかわいいよね、あの女の人。これでか綺麗だよね。泣けるよ、泣きたい気分だよね、そういうの見て。なんか昔のそういう感動系のやつを見てない、泣けるのいいよね。番組表見ることもない。あでも新聞撮ってないけど、実家はさ新聞撮ってるんだけどさ、だから学生の頃とかさ毎朝あり新聞見てたので、番組表見るじゃん、え今日何かなとか見てさ、あれ番組、テレビ番組もテレビがすごい好きで、テレビっ子だったからすごい楽しみに、バラエティとかもさ、ドラマもいつもさ番組表さ新聞で確認して、朝起きたら毎日チェックして、そう、それぐらい見てたのに今何も見てない。レンタルで、あそうなんだ、できるんだね。昔の名作好きなんですけど、あんま見ない、見てないね最近。見たことないやつ多い、めっちゃ。だからちょっと大人になっていろいろ見たいなっていう気持ち。生まれる前なのかな、あれ2001年生まれだけど、見たい。よし、そろそろ終わろう。明日朝早いから寝なきゃね。じゃあランキング読みます。13位ピケさん、12位富山の国男さん、11位タータンさん、10位ひろゆきさん、9位国翔さん、8位タカッピさん、7位ターさん、6位ズッキーさん、5位北米語さん、4位 PP さん、3位谷川とかさん、2位 MJ さん、1位葵ちゃんさんです。ありがとう。福清さんありがとう。イエーイ。ありがとうございました皆さん。みんなおやすみ。また明日も頑張りましょう。では。もう11時半過ぎてるね。ありがとうございます、遅くまですいません、本当に。私ももう寝ないとなんで、寝る準備して。おやすみなさい、バイバイ、また明日ね、みんな。